新潟競馬場5レースはメイクデビュー新潟2歳新馬戦芝の 1200m 戦に18頭です。お昼を過ぎてコースを照らす日差しが一段と強くなってきました。新潟競馬場風はほとんどありません。芝コースタートコースとも両馬場のコンディション。ゲートインは向こう正面やや右手、今2番ノーブルレジェンド収まりました。最後は18番ロッキンドア、ロッキンドア18番ゲート収まって係が離れました。スタートしました。ばらつきました。18番ロッキンドア好スタートからジョッキーをしていきますが、11番のレフトフィールダー真ん中から上がって、さらには13番レディーエンジェル、そして内からは9番のドレスメーカー3頭びっしり広がって15番レガシーオベリザ、これに加わってさらには16番ノーブルカクテルです。その後ろになった18番ロッキンドア、インコースから4番エコロセブン上がって1馬身差、14番サクソフィーナ中段前です。その後インコースからは6番テイエムビッグサーが上がって2番のノーブルレジェンド3コーナー、8番のバランは中段になりました。その後17番の一座アンデス3コーナー回ります。そして1馬身半差3番のゴールデンリープは後方集団、12番のジョリーメモリーおしまいから4投目、あとは1馬身がいて10番のポルガラ、そのインコース1番のエコロカレンで最後方から7番のトーマステソーロ、前は第4コーナーカーブ400を切って直線コースに入ります。13番レディエンジェルが先頭でリードが体半分、15番レガシーオベリザさあ並んでいった、あとは1馬身半差や離れた外、18番のロッキンドアが3番手から前を追って、内からは9番のドレスメーカーが追っている。さらに最内を狙って5番のゴールウェイガールも上がってくるが、前2頭の争いが続く。15番レガシーオベリザ、13番レディエンジェル、この2頭の競り合い、長い2頭の競り合い、全く並んでゴールイン。最後3着には14番サクソフィーナ上がりました。さあ前2頭いくらで軍配はどちらか、13番レディエンジェル、外15番レガシーオブエリザ、この2頭の激しい激しい追い比べ、長く長く最後まで続きました。その後2、3馬身離れた3着に最後14番サクソフィーナ入って、オレンジの申し7枠3頭の決着となりました。前2頭の争い長く長く続きました。13番レディエンジェルを追った15番レガシーオブエリザ、この2頭どちらも相譲らず激しい競り合いが最後の最後まで続いています。離れた3着14番サクソフィーナ上がって、内9番のドレスメーカーかわされて4番手、1、2着ゴールの瞬間ですが全く並んでいます。13番レディエンジェル内、外15番レガシーオブエリザ、2頭全く並んで入りました。その後2馬身2馬身半遅れた3着14番サクソフィーナ、4着が9番のドレスメーカー、勝ち時計1分10秒3、ゴールまでの 800m48 秒0、 600m は36秒1でした。新潟5レース新馬戦が終わりました。逃げた13番レディエンジェル、これを追った15番レガシーオブエリザ、最後の最後まで終始この2頭の競馬。いやー、花面を合わせての入選、かなり際どいです。これ、はい、もちろん写真判定ですんでお待ちいただきたいと思いますが、13番のレディエンジェルか15番のレガシーオブエリザか、離れた3着14番のサクソフィーナということで7枠3頭が上位独占という形になりました、はい、珍しいですね。最終オーズ2通りお伝えします。まず1着13番、2着15番、3着14番ですとこうなります。3番人気、1番人気、5番人気の組み合わせです。単勝13番 5.4 倍、枠連774.6倍、馬連13番15番 10.7 倍、馬単13番15番 21.9 倍、三連複13番14番15番 22.2 倍、三連単13番15番14番 112.3 倍です。15番レガシーオブエリザ1着、13番レディエンジェル2着ですとこうなります。単勝15番 3.7 倍、馬単15番13番 19.8 倍、三連単15番13番14番 85.6 倍です。かなり際どい1、2着の写真判定中です、はい、どうぞ確定までお待ちください。